ブレットはアメリカのブリルによって製造されたインターアーバン向け電車の愛称である。1930年、フィラデルフィアウェイスタン鉄道では、並走するペンシルバニア鉄道の電化開業などのサービス工場に伴い乗客減少が課題になり始めた。そこで各地のインターアーバンの再建事業で成果を上げていたトーマス・コンウェイの指導の下 地元の鉄道車両メーカーであったブリルとの共同開発で高速かつ軽量の新型電車を製作することになった。これがブレットの愛称を持つ電車である。車両の開発段階で参考になったのは1929年からシンシナティエリーコ鉄道に導入され試験運転のために貸し出された高速電車レッドデビルであった。レッドデビルは軽量化を実現するためアルミニウムを 車体に使用していたが、大枠部分は、構成の部品を使用していた。ブレッドは、この大枠部分もアルミニウムを使用しており、レッドデビルよりも大型ながらも軽量化が実現した。車体の形状についても高速運転を実現させるため、走行抵抗の少ない車体を選出するための、風洞実験が、ミシガン大学で行われ、 30種類の候補の中から選ばれた流線型の車体が採用された。これにより、時速9 6トルでの走行時でもそれまでの車両より電力消費が40%削減されることが期待された。また空気抵抗を考慮し、ベンチレーターが屋根状に設置されておらず、車内の換気は車体の運転台型下部に設置されたルーバーによって行われた。 モーターはブリルが開発した 89E を4機搭載したほか、台車もブリルが新規に開発した台車を用いた。また車両は1両でも運転が可能な両運転台、車両であったが、連結運転を考慮し、連結機が設置されており、複数の車両をつないだ総括制御運転も可能であった。P&W の他に、1932年には、ニューヨーク州、スクネクタディに、 路線網を有していた、フォンダ・ジョンズ・タウングラバーズ・ビル鉄道にも導入された。こちらは、P、P&W に導入された車両に比べて全長が短くなったほか、河川電隔間での使用に合わせて、トロリーポールを搭載していた。1931年に最初の車両が完成し、第3機場を用いる高速路線である、ノリスタウン高速線に11両が導入された。 試運転では2 1 7トルの区間を11分で走破したほか、最高速度130時速1 4 0トルで営業運転を行い、所要時間を24分から16分へと短縮した。世界恐慌やモータリーゼーションの進展に伴い、ノリスタ運線の経営元は、P&W からフィラデルフィアサバーバントランスポートに、そして1969年に、 公営組織であるセプタへと変わったが、ブレットはその後も長期にわたって使用された。しかし老朽化が進んだことによりシカゴエルからの譲渡車両やスウェーデンアセア製の新型電車 N-5 型に置き換えられ、1990年をもって営業運転から引退した。1932年に5両が導入されたが、1935年にも、 ホーク川を渡っていた橋が氷によって破損し、危険な状態になったことで破棄され、1936年に残された路線も廃止された。そのためブレッドは全社ともユタ州のバンバーガー鉄道へ譲渡され、1953年に全廃されるまで使用された。ありがとうございます。